するしない？どうも、ひなたいこです。今回も麻雀の匠松本プロの麻雀たくさん見せていただきたいと思います。それではどうぞ。南三局一本場開始です。皆さん手牌を開けてください、はい、松本さん親がやってきました。最後の親番、はい、最後の親ですね。ドラはペイです。まずは積もってきます、うん、手牌どうですか。ヒットメンツなんかどいつ、ね、ドラが1枚、ドラ1枚浮いてるんで、はい、まあ一応チャンタとかも見えるんですけど、まあ基本的にはもう何本して、まあドラのペイが重なったりして5800、1万2000になったなら OK ですけど、はい、まあ、基本的には1500やむなしの構えで、うん、できます。子供の時はこう大きな手をスタートで目指してたんですけど、今回親でこの形だと現実的にスタートからいくわけですね、はい、なので一応まあね、うっすらね3色同行とかもありますね。9ですか。9もしかしたら出会い役ですね。9から僕これポンしていくつもりですね。あ、どちらでも、はい、なるほど。やっぱり何ポンした後に結局9がポンした形になるので、うんうん、なのでまずは僕ドラのペイは、僕はね、これ今9ワン重なったらもしかしたら数ワン3ワンとか外して、はい、何3色とかもあるかもしれないんで、なので僕中ワンから行こうと思います。わあ、面白い。ドラのペイはね重なったらあれですけど、テンパったら聞きますけど、うん、すごいですね。まあこれはちょっとね、うん、まあカンパンは痛いですけど、まあペイ重なったりとかの方が痛いんで、はい、まあ、それの違いですかね。ローワンの引きはまあそんなに痛くない。いや、運はあるんで、うん、そんなにカンパワンと同じような感じ。はい、うん、まあこれでうっあっさりシャンテンですね。本当ですね、うん、こうなった時に、はい、もう急走の9ピンのポン1回見送るかもしれないですね。あ、もう見送ろうと思います。これで9ワン自力でなんとかなりそうだしということですか、うん、これまあこれはなおはポンします。なおはポンします。やっぱその急走9ピンをポンして何がちょっと出遅れちゃうのも嫌だし、そうですね、まあ今 G1、9番払ってるんで他の人から見たら相当嫌かもしれないね。早くもね、カンちゃんのターツを払っています、うん、はい。ここでね、一応ペンチーソの受けがあるんで、はい、もう僕はさすがに目いっぱいでペイ切っちゃいます。ここでさよならしました、うん、親がね、カンちゃん払ってドラを3巡目に切るってなると、うん、スピード感ありますよね。まあただね、ここももうターツ選んでたんで、なんちゃ結構怖いですね。ねえ、結構スピード感あるんですけど、まあ、この親はねもうかなりもう3 8000点補充とかになってもかなり苦点棒状況の親なんで、はい、もう基本的にはあんまり他の人虫目でいきます。うん、これはどうしますか。はい、これローピンね、一応ローピン切っとくと、まあ、浅はかな考えかとは思いますが、キューピンがもしかしたら釣り出せるかもしれないみたいなのを期待してローピンつもりいるな。手出しよりもこれはつもぎり、うん、やっぱね、G1、9番も払ってて、しかも7から切ってるんで、もしかしたらターツが十分かもしれないなって思ったら、ね、9ピン結構本当読み筋から外れるかもしれないですね。だって今ここで手出しで6切ってしまうと、その周り守ってそうですもんね。うん、そうなんです。かなりつもぎりが続いています、下茶。ちょっとまあ、行くしかないですね、ここは。まあ、できればなんかここの愚形部分解消してもうリーチと行きたいですね。はい、うーん、なかなか入らない。ワンズの横伸び、うん、これはまあね、伸びて伸びてちゃんたとかもあるんですけど、うん、それよりもちょっとウワン手出してマンズの情報を与えたくないんで、あ、ワンズの銀そうなんですね。 G1、9番切ってるんで、はい、まあ、ここでウワン残ってるっていうと、まあ、下のマンズの中頃のメンツが残ってるんじゃないかなって、そうですね、見えちゃうんですよね。自分の手配をすかさないために、うん、ここはヤンワンつもぎりの判断、これはこうしていこうかなと思います。今急走急ピンこれでも泣かないですけど、できれば何が出るか、うん、リーチしたいですね。何を仕掛けたらシャンポンのテンパイを取るんですか。シャンポンに取りますね。今はパーソー切って急走がパーソー3枚目の状態にしてね、うんうん、できればリーチして2600ホールとかにしたいところね。え、気持ちとしてはリーチがいいですが、まだ、
もうちょっとわかんないですね、なんちゃの捨て牌は、はい、かなりね、つもぎりですもんね。うん、チートとかかもしれないし、どうなんでしょうか。あとのお二人はかなり自然ですか、まだまだ。うん、自然ですね、普通に。あとやっぱこの展望状況、オーラスのラス前なんで、ラン3曲なんで、まあシャーチャーともめっちゃ高い手は上がらないと結構厳しいかなと思うと、うん、まあ一つ着順を上げると言ってもですもんね。そう、はい、はい、選択。それで一応ウーピン引いて両面ターツができたんで、今度はまあちょっとローピン切ってあれですけど9ピン切りますね。スチピンの受け残して目いっぱい、うん、なるほど、うん、でこれでチーピンがちょっと2枚つけて、はい、自分で1枚開いたと思うけど、うん、まあ受け狭くしてね、同点になっちゃったら本当しょうがないんで。確かに。うん、さあどうだ。ちょっと今度はパーピンにロケ出てきましたね。パーピンは全くね、場には見えていない範囲ですが、自分の目からチーピンが3枚、ローピンが2枚、あ、3枚、うん、ということでパーピンが山に残っていそうということですね。ただね、チーソーあたりもいいですよね。チーソー4枚がなくなってしまうのが非常に痛いので、うん、なのでちょっとこの色気あるパーピンも積もります。はい、今回ね、パーソーが自分の目から3枚と、ウーソーが場に2枚切られていて、チーソーも悪くない。いやこれちょっとね、何もまだ持たれてる感じしますね、なんちゃんの人に。感じますか。もういつかチートいつかわかんないですけど、なんか結構変則的に統一かもしれないし、1枚で持ってて、しかもダブランなんでね。2枚入りのチューンが出てきました。そうですね、2枚入りのトン、2枚入りのチューンですね。なかなかテンパれない、まあ、ここから僕はもう決してテンパイも考えますね。あ、ここから。うん、もう結構変則的で、これチー、このスーピンはもう仕掛けると、はい、まあ、これはね、結局何をポンするんで、何ポンした後の結局スッチーピン、しかもスッチーピンもう4枚目なんで、うんうん、まあ、薄いんで、これでシャンポンテンパですね。で、最後まで押し切ると。そうですね、これはもう、もしかしたら物音になっちゃうかもしれないんで、しかも僕が今これで何ポンした時に、はい、スッチーピンって相当打たれない、うん、急速入って、入ってたんですけどね、本当に。本当ですね。うん、めっちゃ悩ますね。まあすぐさま見れるとね、嫌、うん、ですよね。急速ポンするって選択肢もあるんですけど、今のポンはでも役なくなっちゃいますもんね。そう、まあテンパイを安全に取るかもしれないのは、でも何泣かれたらちょっとしょうもないんで、はい、まだ上がれる可能性もあるんで、確かに急速ポンする、ね、出上がりでも、あ、ワンズを仕掛けました。まあマンズ寄りですね。おー、チューンに2枚入れの統一落としでしたね。本当ですね、手出し、うん、手出しですもんね。チュン、まあ、2枚切れとはいえチュンの統一がいらないってことはなかなか整ってるんじゃないだろうかと。うんうん、そしてね、ご自身が3巡目に切ったペイはどなたも合わせていないというこの状況です。めちゃくちゃ怖いぜ。持ってきたのが C1 第1打でね、うん、まあ、でも切っていますが、切りますね、 2-1 も切らないと思うんで、ここは泣かれてもいいんで、はい、なんか出るかもしれないですしね、これで。そして、あ、3枚目の白、うん、面白いですね。2枚目のチューンを取り落とし見せてから白切ってきましたね。まあ、これはね、人によって結構あれがあるんで、そんなに情報に差はない気がするんですけど。なるほど。いやなんかね、かなりこう感触が悪いってことですよね。うん、こうなってると、まあでも先輩までやらしてくれって感じですよね。あとの2人は受けてそうですか？もうちょっとね、厳しそうですね。親が連中、おはもう2枚入れの統一落とし。本当ですね。まあ安全に安全に先輩狙っていこうかなって感じですね。なるほど。でもこの瞬間テンパってる可能性もありますね。うん、G1 つもり、まあ G1 現物なんで分かんないですね。背景があります。背景ある、はい、つもりたいね。いると嬉しい。いるのは、まあでもね、もういるかっていうか、安全な背欲しい。安全でしたね。はい、思いが通じました。流局、テンパイの方開けてください。テンパってるか。さあ、矢野松本さん、そして
なんじゃ、新人さんの方、二人転敗となりました。今回は、こう、早めにリーチ打てたらというお声から、なかなか、泣けもせず。泣けもせず、本当に。ねえ、数人から仕掛けての転敗ぶりで。まあ、なんとかおやれんちゃんって感じですけどね。まあ、これはまあ、最低限、クリアみたいなところありますね。はい。じゃあ、この後どんな戦いになるんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。南三局日本馬開始です。皆さん手配を開けてください。さあドラゴロン1とりあえず積もってきますか。はい、親番維持しました。教託が1本、ハイパイはドラが1枚、デキメンツはありません。いやー、まあこれはまあ一応ドラが1枚やって元気大丈夫ですか。元気ですか。元気なんですけどけど、まあ、教託1本1本もあるんで、まあ、リーチの前提で、まあ、これはね、チュン博初重なったら嬉しいですけど、まあ、3枚あって、まあ、ローソー、チーソーとかパーソーとか引いて、急走切るほどではないなって感じなんで。おってことは、うん、普通に白から切ります。白初チュンの切り順って何かあります？まあ、結構、その、裏ドラとか言いますけど、ね、1段目はそんなに気にしてないですね。僕はもう何も書いてないんで、白切りました。え、毎回ランダムですか？うん、でもなんか気持ちいい、うん、全部状況が一緒だったら、はい、初を最後にしてる気がします。え、なんでですか？なんか初です かっこいいじゃないですか、なんかちょっとわかんないですけど、マジャの話もかっこいいですよね、初、うん、あ、これで嬉しい、日頃も見えますね、はい、なのでこれも急須を切っちゃいます。なるほど。これはね、初チュン重なったりとか、はい、まあイーソーイーワンが一番嬉しいですね、今。うーん、確かに。さあ、ちょっと変則っぽい感じの切り足ですね。下茶がウーピン、リャンピン、そしてドイメンがスーソーというスタート、はい、 そうですね、そしてチーピン手出し。ドイメンのシャーチャーの方は、ね、頑張って、まあ、やっぱり変則手が、ね、大きな手を作っていそう、うん、これもね、ペンサマン抜きあるんでチュン切ります。やっぱ初最後になっちゃうわ。本当ですね、かっこいいから、かっこいいからですね。かっこいいから。まあ、あとはね、ここ僕が結構降りないことは、その下茶のトップ目の方も分かってるんで、はい、やっぱリーチ手組にしたくないんですよ、あんまり。リーチして、僕に追いかけられて1万2000宝珠とかになっちゃうのが嫌なんで。ああ、なるほど、下茶の思考ですね。うん、今、ウーピン、リャンピン切った後に白切ってきたじゃないですか。だから白重ねたいのと、親の現物で残してたの意味合いもあると思うんですけどね。これ初切ります。なるほど。うん、だからちょっと役作りたいと思ってると思います。うんうん、結構ね。どうやって曲を落とすか、この、まあ、この親を、無事に落とせたらほぼトップは決まりみたいな点数状況、オーラス親でやりたい放題できるんで、はい、なんとか親を落とそうとしてるから、まあ、変則点になっちゃうのもそんなに警戒しないですね。うん、という面の方も同じで、展望が欲しいんでマンズの一色手だったりとか、ある程度高い手を上がらないと連に絡めないってことで、目指しながらということですね。そうなんですよね。うん、初とかね、役配が後回しになってますよね。本当ですね、手出しでした。うん、リャンピンね、キューピン、まあちょっと安全度が高そうな配慮後回しにしてるんで、まあまあ普通に上がってくる可能性ありますよね。はい、2着目も目指せますからね、まだまだ、うん、リャンピンピンズの馬強がちょっといいですね。はい、3ピンは場に1枚、チーピンは場に1枚、うん、ウーピンも場に1枚ですか。うん、そうですね、これはね、一応、まあ、E1、リャンワンを払おう、どっちか払うと思ってるんですけど、はい、まあ、これはね、リャンゾーが入った時に、そのまましごろの3色が見える可能性あるんで、まあ、E1 切っとけば3は入った時ピンフになるかもって思うけど、まあ、やっぱ1、しかも、リーチがもし入った時に一筋を落とせる可能性もあるんで、僕はこれリャンマン切ります。ソーズの横の動きも見てるわけですね。そうです。ローソーリャンゾーとか入ったら、まあ、リャンピンパーピン切っとけば、まだしごろ続行できるんで。今ね、これで、シャンポン部分が解消してくれればいいんですけど、あとは対面がね、ちょっとマンズの一色かなって、うんうん、ドラのローワンを使い切っての、はい、あのマンバイマンを見てのと思って、マンズをちょっと切っちゃおうかなって思ってます。おー、カンちゃん外し入ってますね。そうですね、3-1と切っています。いやー、まずいですね、ランちゃんに蹴られちゃうかもしれないですね。あれを見るとある程度手配良さそうに感じますか？まあね、普通のフラットの状態よりはそんなにかなと思いますけど、もしかしたらね、マンズが高いからマンズを先に嫌ってさらにスリムに構えてる可能性もあるんで、他のところ伸ばしたくて、まあ、基本的にはでも手が進んでるなって思うのが自然ですね。ここもちょっとね、切る範囲ないんです、そこ切ります。
もうピンズは良さそうだし、いじらないってことですか、このままで。そうですね。うん、ソーズで2メンズはしないと。うん、まあ、リャンゾー入ったら、まあ、あの落としていこうかなと、ね、ローソーリャンゾーはちょっとね、もっといいしようかな、はい、イーソーとイワンが今1枚ずつ切れちゃったんで、まあ、ピンズがちょっと入ってほしい。いやー、これ3枚痛いですね。これでもしょうがない。手出しチーソー。まあ、チーソーはね、僕の皮にもかなり安全そうなチーソーに見えるんで、それを切ってくるってことは、もう安全牌を持つ余地がなくなってきたと。なので結構早いんじゃないかなって。もうそろそろそんな季節ですか。そんな季節なんですよ。スーピン、はい、これでスーピンは E1 が1枚切りのためもう E1 切ります。なるほど。ソーズのイーソーとの変化は比較はまたさっきと同じようにリャンゾーローソーとかでね、はい、横に伸びるからですね。この手思いのほかこうスムーズには進まない中で、どこから動きだったり形式テンパイ考えます。もう泣こうと思ってます。すでにもうもう K 点取ろうかなと思ってます。これはまあなんちゃ早そうななんちゃの現物だからですね。そうですね。いやー、ほんと引けない、進まない。今ね、トイメンの人がペイのトイツ落とし入ったんで、商売の、はい、これちょっとね、鎮逸向かってる可能性ありますね。なので E1 の危険度がさっきよりぐんと上がりました。切っちゃいますか。なので今切ります。はい、大丈夫でした。うん、前まだテンパってることはないと思うんですけど、まあでもかなりいい感じになってる気がしますね。うん、ワンズが高いトイメンですが、うん、でも、シモチャも、その、シャーチャをシカとしてチーワンも打ってますからね。うん、これもうね、ちょっとテンパれない恐れあるんで。はい。チー。関連層。うん、軽点ばっか取ってますね。いやでもね、大事な親番ですから。うん、これね、マンズのスチュワンは相当打たれにくいやっぱ牌なんで、ドラマたちで、もう相当ネックですよね。イーソーももう1枚切れなんで、リャンゾーも2枚目。なのでこれ泣かないともうきついかな。仕掛けを入れました。チーピンが残り場に見えてるだけだと、2枚、あ、3ワン切りましたね、神茶。そうですね、まあ僕に泣かれないのもちょっと重要かもしれないですね。あー、ここでリーチ。いや、まあ、ローソー切ってるんですけど、不思議な捨て牌ですよね。今不思議な捨て牌ですね。ちょっと何でもある感じで難しい捨て牌になってるんですけど、まあ、うまくテンパイ取れればいいなと思ってます。E ピンは現物。うーん、これは E ピン切りますね。 E ピン、リャンピン通りそうだし、まあ、3ピン入ったらまた考えますね。他にも大丈夫そうかの判断をしました。うん、3ピン、チーピン、両方とも2枚入れなんで、まあこれでスチワンをね、神茶が下ろしてくれたりすると現物でね、リーチ者の。うん、でもなかなか下ろしてくれないよね。ねえ、泣いた後ですからね。うん、チーソーは現物なんで切ります。はい、スーワンが通った。これで少し合わせてくれるかもか。いやー、どうでしょうね。ないですか。相当厳しい。でも僕のカモンそんなにね、派手じゃない。おー、ここで、あの恐ろしいトイメンがやってきました。パーワン切りリーチ。どんな手格好になっているんでしょうか。超やばい。もう絶対スーワン泣かせてくれない。来た。はっ、なんといけた。これ現物ですね。男気。これあともう、平和であれ。いや、マンズの本位の可能性もあるし、まだ確定じゃないですけどね。はい、ここはね、大じゃないですか。でもそうですね、ペイの統一落とし入ってるんで、最後のツモ番、あ、役なしの完成品。なんてこった、まあ、これは、まあ、1人に通ってて、はい、まだスメなんかだ、まあ、親番連チャンするにあたってこれは行く価値あります。はい、なので行きます。くっ、通りました。スーピンポンはしないですよね。スーピンポンはね、しないですね。いや、まあしてもいいと思うんですけど、まあでももうツモ番僕ないんで、別に切る必要もないし。そうですよね。はい、なんちゃの背景になってしまいます。背景を回す必要もない。さあ、流局年本チートイ。はい、すごい手簡単に切ってるよ。気持ちはトイメンの3人転敗でした。いやー、今回もギリギリの攻防戦でしたね。ほんと最後の最後にテンパ入れて、なんとか親番を維持しました。うん、よかったです、これ。この後ご褒美があるのか。
皆様ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。